どうも、激辛ジョニーです。今日も見逃しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということで本日は東京は豊島区にやってまいりました。本日はですね、ちょっとあいにくの雨なんですけれども、うだるような蒸し暑い夜でもですね、辛いラーメンを食べてこの暑さを乗り切ろうということでございます。本日のお店はですね、辛味噌ラーメンということで、今回もね、辛さレベルが選べるということで、メニュー表には載ってない裏メニューの激辛ラーメンに挑戦していきたいと思います。本日のお店がこちらです。ドン麺屋一金さんでございます。こちらはね、ちょっとね、こうちょっと住宅街のちょっとプラッとこう大通りからちょっと入ったところに、あるラーメン屋さんなんですけれども、いろいろなラーメンがあるんですけども、味噌ベースいろいろな種類の味噌ラーメンがあるんですけども、ゆず味噌ラーメンとか味噌ラーメン、ゆず味噌つけ麺とか、ありますけども、ありました。こちら辛味噌ラーメンということで、こちらがね、どうやら店員さんに聞いたところとんでもなく辛くできるということなのでね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。すいません。はい、大丈夫。辛味噌ラーメン10辛でお願いします。はい。はい、ということでこちらが来ました。辛味噌ラーメン10辛でございます。見てください。これ真っ赤に染まったこの地獄の色したこのスープ、調理工程を見させていただきましたけども、唐辛子が2種類ぐらい入ってるんですけれども、1つはね、普通の一味唐辛子で、もう1つがですね、インドから取り寄せた唐辛子ということで、ちょっとね、ブートジョロキアっぽい感じの、辛さでね、本当に一口舐めただけでとんでもない辛さだということで、こちら裏メニューの辛さでございます。メニュー表には載っておりません。どんだけ辛いのかね、楽しみでございます。早速食べていきましょう。いただきます。さあ、辛味噌ラーメン10辛お手並み拝見ですよ。ということで、さあ、まずはね、勢いよくスープを吸っていきましょう。いただきます。おー、あー、うまいね。この味噌のコク、そして唐辛子の辛味、ドカンとやっていきますけども、喉を突き刺すような辛さ。そしてこちら麺、麺はね、この細麺と太麺から選べます。本日はこれ太麺でございます。辛いスープがよく絡みつきます。うまから。これ入ってる具材はネギ、もやし、チャーシュー、卵、海苔などなど、具だくさんでございます。ひき肉も入っております。そしてこちらチャーシュー、大きい、僕の顔が隠れるぐらいどでかいチャーシューでございます。はい、いきます。それいってみましょう。この一味唐辛子なんですね。これ普通の一味唐辛子じゃなくて、これエビを混ぜた一味唐辛子ということで、若干ね、これね、食べるとね、エビの風味が口の中に押し寄せてきますけど、これ隠し味で美味しいですよ。しかもね、スープにもですね、野菜と魚介を煮込んでいるということで、味わい深いですよ、これは。これはたまらねえな、これ。やっぱりね、こうやってね、暑い日が続くとね、こう冷たいそばとか冷たい飲み物、冷たいものばっかね、食べてるとね、胃にはね、ちょっと、ね、あんまり優しくないんでね、夏こそこういった熱々のラーメンで体に気を使ってね、冷たいもんばっか食べてたら体に悪いですから、夏こそラーメン。卵、口の中をマイルドにさせていただきます。いただきます。素晴らしい。全ての具材がそれぞれの役割を担ってますけども、うまいな、これ。全身汗だくでございます。飲ませる。
ということで麺と具材食べ終わったところがこちら、今ね夜なんですけども、お昼はですねこちらのライスが、サービスがついているところでね、ライスぶち込んじゃいます。いただきます。これ卵、はい、卵いただきました。いやーこれね、生卵をね、いただいちゃいましたけども、激辛食っていうのこれ卵を加えるとか、お前これ反則やろみたいなね、そういうコメントとかねよくいただきますけども、これはもらっちゃったもんは仕方ないと、もらっちゃったもんはこれ食べないとね、これ突き返すわけにいきませんから、しっかり食べさせていただきます。ちょっとリゾットっぽくなってきましたね。これね、最高だなこれ。余ったスープにご飯、二度おいしいですね。これ、ね、下の方がやっぱ辛いね。ジョロキアっぽい唐辛子が効いてるねこれ。ごちそうさまでした。はい、ということで辛味噌ラーメン10から食べようと思うんですけども、これね、やっぱりねこのスープの最後の方ね、やっぱスープのね底下の方にね、やはりのこの辛味成分が沈殿しているところでね、後半ね、より辛さを感じてね、今食べ終わった直後ですけども、口の中ビリビリでございます。辛味噌本来の、味を楽しめたのではないでしょうか。今回ねこれね、辛味噌ラーメン紹介させていただきましたけども、辛味噌ラーメン別にね激辛ラーメン屋さんではないので、普通の味噌ラーメン、ゆず味噌ラーメン、いろいろありますんでね、あなたにぴったりのラーメンが見つかるはずだと思うんでね、ぜひ皆さん来てみてはいかがでしょうか。お店のね情報は概要欄下に貼り付けておきますんで、よろしくお願いしますな。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、私が動画更新したら通知がパンといきますので、ぜひオンにしてくださいな。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。